通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、なんとあのジブリ作品君たちはどう生きるかが全米公開となりました。するとですね、このボックスオフィスがかなり好調だということで大変話題になっているんですね。まだですね、公開されたばかりで記事等はね出てきていないんですが、実際のねボックスオフィスの状況やロッテントマトの反応など見ていければなと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらですね、皆さん見ましたか？スタジオジブリの君たちはどう生きるかです。現在ですね、日本では7月に公開したということで公開自体は終わってしまっているんですが、つい先日ですね、12月6日から先行公開が始まりまして、12月8日から全米での公開となりました。するとですね、こちらまあ大変ね評判がいいということで、少しね見えておりますが、ロッテントマトの評価もかなり高い、そして興行収入も好調ということで、現在ね同じく公開されていますゴジラマイナスワン、これと並んでボックスオフィスワンツーを決めるんじゃないかと言われているんですね。まずですね、こちらが君たちはどう生きるかの英語版のウィキになりますね。そしてこちらがタイトルになるんですが、 The Boy and the Heron とありますね。ということで早速ですが、こちらが本日のキーワードになります。こちらヘロンですね。ヘロン、水辺に生息する、足が長く首が長く灰色または白色の羽を持つ大型の鳥ということでね、こちらもすでに見えていますからわかるんじゃないかなと思いますが、このヘロンというのはですね、サギという意味になるんですね。あの鳥のサギです。こちら綴りがねヒーローに似ていますが、読み方はヒーロンではなくてヘロンになるわけですね。ということでこちらはこのね英語にしたものを直訳しますと、少年とサギということになるんですね。少年とサギは宮崎駿が脚本監督したファンタジーアニメ映画、スタジオジブリが制作し、邦題は映画にも登場する吉野源三郎の同名小説を引用しているが、映画には小説とは関係ないオリジナルストーリーがある。太平洋戦争中、少年が母の死後新しい町で廃墟となった塔を発見し、喋るアオサギのいる幻想的な世界に入っていく。ということでね、こちらの君たちはどう生きるかもゴジラマイナスワンと同様に戦争が背景になっているというわけなんですね。でね、こちら見てください、英語版のね吹き替え、これがねめちゃくちゃ豪華です。まずこちらね、ロバート・パティンソンですね、バットマン。そして福原カレンでしょ、スーサイドスクワットのね刀役やってましたね。そしてクリスチャン・ベールにマーク・ハミルですよ。マーク・ハミルはねゲームでも声優結構人気なんでね。そしてね、実写版ラプンツェルの噂があると言われているフローレンス・ピューでしょ。そしてウィレム・デフォーですよ。すごいですよねこれ。そしてバティスタと。ということでこちらがおなじみのロッテントマトなんですが、こちらね見えていますね、すごいことになっています。現在ですね、こちらオールクリティックが 95%、 トップが 98%、 そしてベリファイドオーディエンスが 91%、 オールオーディエンスが 94%。 ということでまあゴジラマイナスワンみたいにね 100% は存在しないんですが、すべてこちらね 90% 以上獲得しているということで、非常に高評価になっているというわけですね。こちらがですね現在のゴジラマイナスワンのスコアとなっておりまして、これがねすごいんですよね。凄まじいインパクトになっておりまして、このすべてがですね、先ほど見ていただいた君たちはどう生きるかよりも高くなっちゃっているので、ちょっとね感覚が麻痺してしまってね、これを見てもあまりインパクトがねもはやないかもしれませんが、もう本当にね非常に高いスコアを獲得しているというような状況なんですね。え、でもちょっと待って、もしかしたらですよ、え、なんか嫌な予感しますね。ちょっと見てみましょうか。あの YouTuber いないよな、大丈夫？まさか緑色つけてるんじゃないかな。いたー、いました、緑色でした、ここにいましたね。アダム、アダムどうした、君たちはどう生きるかもロッテンなのか。ゴジラマイナスワンにねロッテンをつけてしまってめちゃくちゃ荒れたというね、このアダムさん、君たちはどう生きるかもロッテンでした。ということで、いつもね見ているボックスオフィス文章がまだ出ていないんですよね。そしてこちらナンバーズになりますが、これ見てください、こちらねゴジラマイナスワンがね現在1位です。そしてその上ですよ、見てください、先ほど勉強しましたね、 The Boys and the Heron あります。これね現在まだランキングには入っていないんですが、こちら見てください、これね239万ドルということで、数字を見るとねもう1位なんですよね。でゴジラマイナスワンは先行上映込みで210万ドルでしたので、まあ、その興行収入もね超えてるということになるわけですね。ただですね、ちょっと今後もねこの君たちはどう生きるかとゴジラマイナスワン、興行収入面でねいろいろ比較されるとは思うんですが、バジェットですね、これが全然違うと言われているんですね。それがねこちらにありまして、宮崎駿の新作アニメは史上最も制作費のかかった日本映画とスタジオジブリのプロデューサーが語る。スタジオジブリは次回作君たちはどう生きるかについて驚くほど口を閉ざしている。同スタジオのトップはここ重要です。この作品がアニメ実写を問わず日本映画史上最高額の予算を投じる可能性があると断言し、日本映画史上最高額の予算を投じる可能性があると断言した
ということで、この君たちはどう生きるかは日本映画史上最高額の制作費がかかっていることが匂わされているんですね。ライブドアニュースの日本語版記事で、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが、この映画は日本で制作された映画の中で最も制作費がかかっていると主張している。この映画の正確な予算は明らかにされていない。この作品の前に最も高額な日本映画のタイトルを保持していたのはやはりジブリのアニメだった。高畑勲監督の2013年のジブリ長編映画かぐや姫の物語の制作費は50億円と言われている。かぐや姫の予算はインフレ調整後に換算すると6400万ドル強に相当するため、君たちはどう生きるかの予算がそれを超えても不思議ではない。日本映画の最高額がかぐや姫だったわけですね。まあ、つまりこれを超えているから自動的に邦画で最高額になると、まあそういうことなんでしょうね。ということで、かぐや姫の物語の制作費が51億円だそうです。つまりそれ以上、52億円以上かかっているということは、まあほぼほぼ間違いないのかなという状況ですよね。ということで、今後もね、こちらの2作品というのは興行収入上で比較されていくのかなと思いますが、こちらの君たちはどう生きるかに関してはゴジラマイナスワンの制作費の倍以上が投入されている可能性が高いというわけなんですね。で、現在ですね、日本でのボックスオフィス、こちらですね、8420万ドルとなっていますので、これが約120億円。アメリカでね、この勢いを維持できるようであれば利益の出る映画になるのかもしれませんよね。ちょっとね、ここから X の反応を見ていきますが、まずこちらですね、今 LA でこんな感じでね、プロモーションやってるようです。ここにもね、ありますね。こんな感じになってるんですね。で、現在ですね、こちらのジブリの北米アカウントでもプロモーションが始まっています。そしてね、こちら先ほど見ましたマーク・ハミルもポストしてますね。少年と詐欺第89回ニューヨーク映画批評家協会賞で最優秀アニメーション作品賞を受賞。この素晴らしい映画の英語版ボイスキャストの一員であることを誇りに思います。宮崎駿監督のようなアニメーションの巨匠と天空の城ラピュタに続いて2度目の仕事ができることを光栄に思います。ちなみにね、ラピュタではムスカ役をやってましたね。シネマトゥイッツさん、先週はゴジラマイナスワン、今週少年と詐欺、日本映画への永遠の感謝。このね、やっぱり特撮とアニメが並んでいるっていうのがもうね、日本の強さそのものですよね。はい、そしてこちらシネマスコアも出てますね。 A- となっているようです。カートゥンブルー .com さん、宮崎駿監督、少年と詐欺は興行収入でボックスオフィスを席巻し、金曜までに500万ドル以上を獲得し、初の全米ナンバーワン開幕週末を狙う構えだ。はい、ということでね、本日は君たちはどう生きるかがついに全米公開となりまして、ロッテントマトの評価は上々、そしてさらにボックスオフィスもついてきているようだと、そういった話題を見てまいりました。このままゴジラマイナスワンがですね、頑張ってくれれば本当にね、邦画がアメリカのボックスオフィスでワンツーを決めるなんてところもね、見れるかもしれませんが、現在ですね、あのビヨンセがちょっとね、頑張っておりますので、どうなるのかなというような感じですね。オープニングに関してはね、もう間違いなく1位を取るだろうと思いますので、あとは今後この勢いをね、どこまで維持できるのかと、あとやっぱりね、制作費がかなり低く見積もってもゴジラマイナスワンの2倍、場合によってはね、3倍いってる可能性もあるんですよね。そこを踏まえると2週目のね、ドロップ率なんかも気になってくるところですので、まあ、もしね、正式にランキングが出ればまたこの番組で取り上げてみたいと思います。皆さん、この君たちはどう生きるかご覧になりましたか？よかったら感想を聞かせてください。それでは本日の動画はここまでとなります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。